はい、プレーボールどうも野球人です。巨人がクライマックスファイナル進出決定、日本シリーズをかけ首位ヤクルト戦へということでございまして、今日ですねクライマックスファーストシリーズですね2戦目が行われました。で巨人がね阪神に勝利ということでございまして、クライマックスファイナル進出ということでございます。ではね今日の試合まず振り返っていきましょう。はい、ではですね11月7日阪神巨人戦ということでチェックしていきましょう。スタメン見ていきます。1番が阪神近本選手、2番中野選手、3番糸原選手、4番マルテ選手、5番大山選手、6番ロハス選手、7番梅野選手、8番佐藤輝明選手、9番青柳選手。巨人がですね1番、松原選手、2番若林選手、3番坂本選手、4番丸選手、5番亀井選手、6番ウィラー選手、7番吉川選手、8番大城選手、9番、高橋優希選手というラインナップです。若干でどちらも昨日とは変えてきたオーダーになっております。はい、で系統はこんな感じですね。阪神巨人とですねこまめに系統、特に巨人なんかね、しっかりとつないでいったイメージでございます。まさに短期決戦の戦い方と。はい、そしてですね、はい、スコアがこんな感じでございます。巨人の勝利と。でやはりね、3回に3点入れた後に8回の1点っていうのがね非常に大きかったかなというふうに思います。というわけでございまして、巨人がですね先に2勝したため、クライマックスファイナルステージ出場ということが決まりました。阪神もね、やっぱりしっかり戦ったんですが、なかなか打線っていうのがね、繋がらなかったなと。残塁もねちょっと多かったので、ここがね巨人との差だったのかもしれません。はい、ではですね今日の打撃成績しっかりと確認していきましょう。はい、ではですね巨人の打撃成績しっかり確認していきましょう。1番に入った松原選手は4打数2安打と活躍してくれました。フォアボールも1個選んでおりましたので、さすがだなと。で若林選手はノーヒット、で坂本選手もね今日はノーヒットで、ちょっとねやっぱ青柳選手に合ってなかったかなっていうふうに思いました。で丸選手は一方ですね 4-2、先制タイムリーもそうなんですが、しっかりここに来て、ね、状態上げてき、てくれております。で亀井選手今日スタメンだったんですが 2-0 ですね。フォアボール1つ選んで、送りバントも決めていたのでノーヒットだったんですが、しっかりとチームに貢献しました。でウィーラー選手も 3-0 だったんですが、スアレス選手からですね犠牲フライを打って貴重な追加点を上げてくれたと。で吉川選手、今日は 4-0 でしたね。で大城選手 4-2 ということで、打てるキャッチャーとしてね、活躍している彼なんですが、今日しっかり2本ヒット打ってくれました。で八百板選手ですね、代打でしっかり結果出しました。1打数1安打ということで、あとは、ノーヒットに終わったんですけれども、しっかりねそこまで安打っていうのは多くなかったんですが、効率よく点は取れたかなというところでございました。クライマックスですね、ファイナル行っても頑張っていただきたいですね。では続いて阪神の方も見ていきましょうか。はい、では阪神の打撃成績チェックしていきましょう。今日はですね近本選手が1番に入って5-2ということで状態はね良さそうでしたね。で中野選手も2番で4-2と。でフォアボール1つですね。糸原選手4-1フォアボール1つで、マルテ選手もですね、5-1と最後にねショートのヒット打ちました。で大山選手はノーヒットだったんですが、しっかりとフォアボールを2つ選んでおります。でロハス選手ですね5-2ということで、ツーベースもしっかり打っておりました。で梅田選手は、4-1ツーベース1本、佐藤輝明選手も1本出ましたね、3-1、ツーベース1つに、フォアボール1つと。であとは山本選手が途中出場でヒットを打ったということでございまして、で結構阪神ねヒット打ってるんですよ。11本ねヒット出たんですけれども、得点は2ということでございまして、うまいことねちょっとつながらなかったかなという感じでございました。こればっかりはね、なんとも言えないんですけれども、しっかりと来季はですね、そこの残塁っていうところをいかに解消できるかっていうところがねポイントになってくるのかなっていうふうには思いました。はい、ではですね続いてピッチャー見ていきましょう。はい、ではですね、ピッチャー陣の成績を見ていきましょう。まずは巨人ですね、先発高橋選手 1.2 イニング投げて早々にね交代しました。次期点2ということで、高木選手にスイッチして 0.1 イニング抑えました。でそこから戸郷選手が3イニング投げて、フォアボールとかもねあったんですけれども、0で3イニング抑えてくれました。これがやっぱ大きかったですね。でそこから高梨選手、鍵谷選手、デラロサ、中川、ビエラという系統でございました。しっかり、高橋選手の後をね、投手みんなでつないだということになりました。
で阪神はですね、青柳選手なんですけれども 2.2 イニング投げて3失点ということで、しかし積点はね0ということでございます。で伊藤選手は 1.1 イニング投げまして、そこから積点0と。アルカンタラ選手2イニング投げて積点0で、アルカンタラ選手ねしっかり0で抑えてくれたのは大きかったのかなっていうふうに思います。で岩崎選手、デスワレス選手がともに買いまたぎのピッチングということで、まあ頑張ったんですけれども、ここもね、点は犠牲フライで取られてしまったということでございます。はい、ではね以上が投手陣でございました。はい、ではですね試合振り返ったんですが、一息つく間もなくですね10日からヤクルトと巨人の、ファイナル、ステージですね、そちらが始まります。この第一戦の有力先発というところもねしっかりと確認していきましょう。まずヤクルトはですね奥川選手が来るんじゃないかと言われております。今季ですね9勝4敗防御率 3.26、 対巨人相手には2勝0敗防御率 2.77 と、今季ですねブレーキを果たした2年目の右腕でございます。その実力はですねもうエース級のね、クラスのピッチャーかなっていうふうには思いますので、巨人でもですね打つのには苦労するなと、彼を攻略するのがクライマックスしっかりと勝っていく鍵になるのかなというふうには思います。はい、そして一方ですね巨人は、菅野選手が第一候補に挙げられるかなというふうに思います。今季6勝7敗防御率 3.19、 対ヤクルト相手に2勝0敗防御率 0.39 と抜群の相性を誇ります。クライマックスね、阪神戦初戦投げたんですけれども100球未満という少ない球数で7回を投げ切りました。そういうのもあってですね中3ではあるんですが初戦ね、来るんじゃないかというふうに言われております。しかしですねその一方、山口選手ですね、彼もですね、8日の、クライマックスですね阪神戦の第3戦で投げる予定でございました。結局ですね巨人が先に2勝してその3戦がなくなってしまったので、彼が投げる可能性っていうのもなくはないかなと。今季ですね2勝8敗防御率 3.56 なんですが、対ヤクルト0勝0敗防御率 3.12 と、そんなに、ね、ヤクルトの相性も悪くありませんので、山口選手をですね第一戦に持ってきて菅野選手を、中4日でねしっかり休みを取った、第2戦目で起用する可能性もね、あるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ここはねどうしてくるかというところでございます。でもやはりですね中3日で菅野選手が結構濃厚なのかなっていうふうには思うんですけれども、ヤクルトアドバンテージの1勝ありますが、そこをね、どう乗り越えていくかというところではあるので、クライマックスシリーズですねファイナルということでございますので、10日からのヤクルト巨人戦にも、注目かなというふうに思います。では最後ですねネットへの反応を見て終わりましょう。はい、ではですね最後ネットへの反応を見て終わりましょう。ファイナル出場を目、これでまだ亀井さんが東京ドームで試合できるチャンスができた、しっかりとヤクルト倒して日本シリーズへ行きたいということですね。そうですね亀井選手今年で引退を表明しましたが、クライマックスではですね東京ドームで巨人試合はできません。ファイナル進んでもですね全て神宮の試合ということなんですが、ヤクルトを倒して日本シリーズに進めばですね東京ドームでまたね本拠地で亀井選手が見れるということで、巨人ファン的にはですね何が何でも、倒してね日本シリーズへというところなんでしょう。しかしヤクルトねやっぱ首位になっているということもあって、かなり手強いということもあるので、なかなかね一筋縄ではいかないんですが、どう攻略していくんですね。はい、こちらを見ていきましょう。クライマックス自体に文句はないんやけど、借金3位は出場資格なしにしてほしいな。仮に巨人が日本一になってもなんだかなということですね。これはね難しい問題かなっていうふうに思います。定期的にね言われる問題ではあるんですが、巨人ね3位とは言ってもですね、借金ありということでございますので、その、チームがですね日本シリーズに行って日本一になっていいのかという問題ですね。公共的にはですねやはり日本シリーズっていうのは絶対ですね、クライマックスを挟んだ方がいいということはね分かりきっているので、借金ね、あるチームは何らかのアドバンテージをもっとね、つけた方がいいのかなというところも問題としてあるので、ここはいろいろね、やっぱり詰めていかないといけないところかなっていうふうに思いますので、みんながね納得するルールっていうのはなかなか作るのは難しいかなっていうふうには思うんですが、いろいろね、変わってきてもいいところではあるのかなっていうふうには思いますので、今年はねこのルールで全然ありだとは思うんですけど、今後はどうなるかというところではないでしょうか。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。
ありがとうございました。